岡山、香川では今3年に一度の芸術イベントが行われています。秋晴れが広がった先週末、各地では芸術の秋を楽しもうという人たちでにぎわいました。先月30日に開幕した岡山市中心部を現代アートで彩る岡山芸術交流2022です。メイン会場となる岡山市北区の旧内三下小学校には、全長7メートルの巨大な熊のぬいぐるみや、ジェットコースターをモチーフにした作品などが展示され、多くの家族連れらでにぎわいました。ちょっとだけ丸っこくて、細長くて可愛かった。滑り台のようなところがすごい速かったり高かったりして楽しかったです。よかったですね。まあ、社会勉強になりました。はい、町全体がそういうアートが点在してるんで、こういう企画は、まあ、県民にとって嬉しいですね。芸術の秋にふさわしい一日になったと思います。岡山芸術交流は3年ごとに開催される現代アートの祭典で、今回は13カ国から28組の作家の90を超える作品を岡山市中心部の10カ所で楽しむことができます。訪れた人は作品を見たり触れたりして芸術の秋を満喫していました。